そんなに急いでどこに行く？俺とここでのんびり昔話でもしないか？癒しも必要だが、ゆっくり二人で水浴びでもしたいところだな。技術がさらに上昇したようだ。君が思った以上に成長してしまったか？なんだ、その期待に満ちた目は。動きにくい格好だな。もっと短くした方が良いと思うぞ。戦利品も良いが、俺を見つめる方がさらに良いと思うぞ。勝利のお祝いに何かしてくれないか？その涙、俺のために流してくれてるのか？君が気にしているのが、俺の傷口か？だったら、俺を食い物にする気か？やれるもんならやってみな。待てができない子のようだな。見る目があるな。影絵芝居と紙芝居役者の俺と、どっちが魅力的だと思う？ああ、君に会いたいと思っていたところだ。これぞ、まさに以心伝心というものだな。朝から騒がしいな。俺とそんなに会いたかったか？春宵一刻、値千金という言葉がある。春の宵は長いが、それを二人で価値のあるものにしないか？これは、君にとって俺が特別だって思っていいのかな？これは、俺のことを大切に思ってくれてるってことでいいか？そんな風に君に見つめられると、照れくさいな。君は思ったよりも、情熱的なんだな。注意してくれよ。服を引き裂かれないようにな。俺か？俺は何を考えてるか見透かせないような子に魅力を感じるね。さて、君はどうかな？自重しろって？何を言っているかよくわからないな。君はとても愛らしいな。そばでその顔をよく見せてくれ。君の影絵人形も作ろうか。もし君が俺から離れていったら、いや、そんなことはないよな。俺よりも大切なものがいる。ダメだ。そんなことは許さないぞ。今更逃げようとしても遅いからな。おとなしく食い物として、俺にその身を委ねろ。ターコイズは邪念を払えるという言い伝えがある。なあ、君。俺の内にある邪念が払われているか、探ってみないか。